こんにちは。アヒルファクトリーのメンチカツです。今日は腰砕けギター教室幻想列車の第8回サビの、5小節目と6小節目をやっていきたいと思います。はい。ではまず5小節目です。5小節目は、コードが2つ Gm7 から Cm7 です、Gm7 は、4フレットをですね親指と人差し指で押さえます。それから、Cm7 は人差し指でそのまま4フレットを押さえまして、中指で2弦5フレット、薬指で4弦の6フレットを押さえます。6小節目も、コードは2つ出てきます。コードネームで言うと、Am7 のフラット5、そこから Am7。というふうに動くんですが、これは5小節目の最後のコード、この Cm7 のここからですね、中指はくっつけたまま動かさない、離さずに他の指を全部一旦離して、親指で6弦の6フレット、薬指で4弦の6フレット、小指で3弦の6フレットを押さえて、5弦は親指で軽く触れてミュート。こうすることで Am7 フラット5にスムーズにコードチェンジができます。そしてここから Am7 はこれは簡単。親指を1個ずらして6弦の5フレットを押さえる。まあと一緒です。ちょっとね、言葉で説明するとややこしいんですが、5小節目と6小節目、ちょっと続けてやってみましょう。ゆっくりやりますね。僕はゆっくり汗を拭く。こんな感じです。頑張って練習しましょう。今日はここまでです。次回もお楽しみに。メンチカツでした。バイバイ。